どうも、小川圭のオフサイドギリギリを楽しみに待ってる皆様、どうも小川圭です。前は2月に更新して、今はもう3月なんですけども、特に、もう春ですね。花粉もすごくて、僕はもうマスクをして薬を飲んで対策してるんですけど、皆さんはどんな対策をしてるのでしょうか。最近は、僕、ラブストーリーとか、映画でラブストーリーとか全然ダメだったんですけど、先日、映画の、猟奇的な彼女という韓国の映画を見て、感動しまして、で、先日にも BS でやってた、私の頭の中の消しゴムという映画でもう、号泣しまして、20歳、生まれてきたこの20歳でも一番泣いたぐらい、感動しました。ではもうこれからもちょっと、ラブストーリーなんか見て、ちょっと、かっこいい男になろうかなって思ってます。そうですね、あとですね、なんかもう自分、男磨きじゃないですけど、なんかそんな感じで、部屋着をちょっとおしゃれにしようっていうあれで、ちょっとなんか特に着る必要ないカーディガンを着たり、ちょっとパーカーでフードをちょっとかぶってたり、なんかそんなんで楽しんでます。そうですね、また更新します。4月、また4月に多分更新するので、それまで、こんな3月の小川圭でした。どうも。